ほら小林さん、まこです。というわけで、現在成田空港に到着しました。ということは今からまた海外に行きたいと思います。今回行くところはね、久々に YouTube では初かな、だけど私は2年ぶりのロサンゼルスに行きたいと思います。久々だー。で、今回乗る航空会社がババン、最近アメリカ路線ロサンゼルス、ホノルル、あとはサンノゼとか出てんのかな、おまで LCC で行けちゃうジップエアに乗って、まあ、今回はねロサンゼルスの方に行きたいと思います。荷物もこんな感じで、あ、ちなみに髪の毛黒にしました。評判良かったり悪かったり染めました。とりあえずね、今回は友達4人、私出て5人とロサンゼルスに行くんでね、そのロードトリップの様子をお届けできたらなと思ってます。というわけで今回の動画もよろしく。レッツゴー。乗れました。え、マジでうまいこれ。これ長くなる。 This is America。 めちゃくちゃかっこいい。いないな。いやーポテトも教えてたよ。そうなの。ずっとずっと。え、ちなみに今日さっき5人でって言ったんだけど、先に先発組3人、またどういうつながりなのかは多分言うと思う。お願いします。ちょっとやらせてもらう。ドロップバゲージ、バゲドロ。あ、これでいくの。うん、あ、これ壊れたくないもん。え、全然いいよ。これも多分6キロ、何キロないです。え、全然いいな。そうよ。9キロ。ありがとうございます。これも 5.4 です。はい。5.4 です。というわけで、無事チェックインできました。いやでしょ。え、こっからじゃあ、とりあえず、ご飯食べに行く。うん、食べに行きまーす。やったー。イエーイ。はい、無事出国して、今第1ターミナルの北ウィングゲートから出発なんだけど、こんな感じ、広いコワーキングスペースで、とりあえずね出発まで待ってます。搭乗まであと20分ぐらい、結構ゆったりしててちょうどいい時間ぐらいで、今回乗るジップエアっていうのは JAL の子会社らしくて、機材は基本的に JAL のもともと使ってた機材を中古で買い取ってリフォーム、リノベーションしてっていう機体なので、あの中古ではあるんだけど、もうめちゃくちゃ綺麗。どんな感じなんだろう。でも実際に乗るのは初めてなんでね、まあ、なんせ今回は久々のロサンゼルスだから、まあ、ここからフライトで行きは11時間から楽しみたいと思います。やばいな、アメリカめっちゃテンション上がる。お願いします。はい、おはようございます。こっちのね飛行機で行ってきます。やば。乗れました。こんな感じで、あの多分1時間後には爆睡してると思うけど、その顔とるんやな。そうだよ、そうだよ、当たり前。乗ったんだけどマジやばい、めちゃくちゃいい。まず席の幅がもう全然、この28リットルのバックパック詰めても全然ゆとりあるし、ここもね意外とね、このポッケの中汚かったりするんだけど、こういうところもなんか日本だわって感じで、この辺はね、まあ変わらず、これがすごいよ。これ何かっていうと、ここにこうやって置けるの。あとは大きめのタブレットとかも置けるし、あとはまあカップホルダー、カップホルダーが別なのはマジででかい。わかる、この気持ち、うん、ここにこれを常に広げてなくていい、この良さっていう感じ。
いやでもこれが中古だとは思えないぐらい本当に LCC でこれはやばいね。やばいね、うん、あそうスクリーンはないんだけどその代わり機内 Wi-Fi がしっかり整ってて、インスタぐらいだったらできる、うん、YouTube とか Netflix とかはダウンロードしなきゃダメだけど、うん、それがそれさえあのダウンロードしちゃえばもうなんだ本当スクリーンあるかないかぐらいの違いでめっちゃいい、おすすめ。これでちなみに言い忘れてた、これで片道なんと航空券35,000円。安いやばい、みんな3万円台でロサンゼルス行けちゃうからすごい、すごすぎる、本当におすすめです。ぜひねアジア圏から抜けたいけど安く行きたいロサンゼルスおすすめ、まあ、今円安なんでねちょっと現地でお金はかかっちゃうのでおすすめです。間違えて辛子明太子を取っちゃったからごめんなさい。食べれないの辛子明太子？明太子ダメなの？じゃあいただくよ、うん、でもこれ半分で大丈夫？半分ってできないから半分っていう概念で言い方いないから卵食べたじゃん。食うか食わないからつながってる T モバイル。すっごいなんか遅い？遅い。場所じゃないかな。というわけでここはどこ？エヌー。ロサンゼルス。ちゃんとやって。到着しました。無事ね誰も別室行きせず入国できました。一旦ここが、まあ、先発組って言ったのは後発組がいてあと2人到着を持って今回はね。序盤に言ってるか分かんないけど今回は実はロードトリップを5人でします。なので RV 日本だとキャンピングカー乗りました。これ見せて大丈夫？ダメなの？大丈夫大丈夫、こうちゃんのだからえでも兵庫ジャパンだけ。あ、大丈夫大丈夫。とりあえず到着の乾杯コーヒーめっちゃうまい
うますぎる。やったどうアメリカ、ね、今年2回目のアメリカ。今年2回目、4月に来たけど今日の方がテンション高い。飛行機から楽しい。あ、まあ間違いない。もう秒だよ。ずっと喋ってたよ、なんだかんだ喋、うん、ってたね。アドネラ、もうすでにアドレナリンビャンビャン。恐ろしい。この後がさっき言ってた後発2人が合流しました。いやいや、 This is America。 いけいけいけ。すごいね。やばい、めちゃくちゃかっこいい。というわけでこれで行ってきます。借りました。今回フォードのキャンパーバン、インディーキャンパーバン借りました。かっこいい、めちゃくちゃかっこいい。やばい。ちょっと軽く中を見せようか。まず入ってすぐもうここがリビングエリア。でも結構ね、やっぱ収納がいっぱいあって、なんか RV の特徴だなって感じ。あとね、このキッチンを、しかも3口いいね。とここがシンク、電子レンジとかがいろいろあって、これがね、何かっていうと冷蔵庫。ありがたい、めちゃくちゃありがたい。こっち冷凍庫、いいね。でここがマスターベッドルームかな。ここに一応2人寝るって感じかな、ね、こっち側ね。これあるの助かるよね。お手洗いとバスルーム、洗面台。いいねーいいねー。RV いいね、欲しくなっちゃうねー。あ、こんな感じかな。でこっち、ここがベッド、2人寝るぐらいで。やっぱここが一番いい、この運転席広い、最高だね。ここロサンゼルスだぜ、やばい。嬉しい。というわけで一発目のご飯、エナナ。いやー、いやー、ハンバーガー。結局ね、結局ねとかって言ってまだ2回目。結局これに限るんだよ。いや本当に。この前のお店何回食べたか分からんもんこれ。ちなみに自分はグリルドオニオンにしました。うん、そんな追加できるの、うん、私ちゃんと教えて、教えて。ポテトも教えてたんだ。そうなんだ。忘れてた。じゃあオニオンは、オニオン嫌いだからね。追加っていうか、そう、そもそも入ってるのをグリルしてまして、これはジュリに教えてもらったんだよ。なんかさ、言われたからさ、お、食べれる食べれるって言ってオニオン追加したけど、うん、なにポテト、ポテト食べる。オニオンって何、有名なの。抜くか、抜かんか。嫌いな人多いから、で、入れず、時の生のオニオンか、グリルしたオニオンかどっちがいいって。こればっかり食べるんだろ。うまい。ほんと、死ぬほど食べたよこれ。そう。これ美味しい。次、ちゃんと言わないとポテト。なんだよ。ポテトじゃなくて。私の好きな、おじさんアメリカ在住 YouTuber は、そうやって食べてる。あ、バーガーだっけ、誠さんだっけ。はじめさん。はじめさん。唯一ずっと見続けてるおじさん YouTuber。 うまっ、エクストラフライ、じゃあエクストラ、じゃあフライウェイ、フライウェイ、ポテトは翌揚げがおすすめ。軽いスナックみたい、今日はこの後10時間ぐらいかけてとりあえずセドナの方に向かいます。もう死ぬほどストーリーあげるよ。お菓子か、お菓子、もう全然違う。うんうん、スーパー行かなきゃね。そうだ、セブン入れと。こんな感じです。で、ドライバー席と、え、紹介絶対いるよね。友達です。誰でもわかる。誰でもわかってる。それはそう。まあでも今回一緒に旅するメンバーはもともとの会社の同期、はい、同期です。でこれで6日間のロードトリップ行ってきます、はい、しょっぱなこんな感じだったんだけど、まあ少しずつメンツ紹介しつつ、また6日間 Vlog 撮りつつ、あのいくつかね面白いお店とか有名なスポットとか紹介したりするんで、ちょっといつもとは違うマコジャニーフィルムズが見れるんじゃないかなと思うので、ぜひそちらもチェックお願いします。Let's go!
というわけで、みんなで言う今回も見てくれてムチャスグラシアス、はい、こっからのロードトリップ編楽しみと思う方はぜひグッドボタン、チャンネル登録、あとはコメントよろしくお願いします。インスタグラムの方もやっておりますので、そちらもぜひチェックとフォローしてください。今回も見てくれてムチャスグラシアス、また次の場所でお会いしましょう。アディオー。Stay.